長浜義美は、日本の政治家。沖縄県女村長。2006年から2014年まで2期8年にわたり、女村議会議員を歴任した。琉球大学卒業後、会社員の地2006年に村議に初当選し2014年まで2期、務めた。女村議員時代は、常任委員会として、総務財政文教委員会委員と、議会広報委員会委員などを担当。 2015年1月18日投票日の女村長選挙にて3259票を獲得し、現職の指揮や文康イコール無所属、公明推薦イコールを15票差で破り、初当選した。選挙戦では当時49歳という若さをアピール。マンネリ化した村政運営を打開し、観光協会の設立や、 人材育成を通した町づくりなどを掲げたほか、尾長知事を支え、普天間基地の県外移設反対などを求める、県白書を実現したいと訴えた。当選後のメディア取材にて、村民の小さな声、若者の声を必ず吸い上げ、存敬に反映していくと述べた。青と緑の躍動をする、女村、住んでよく、働いてよく、訪れてよい村づくりを推進している。 沖縄海外国定公園に指定されている40キロにも及ぶ海岸線など女村の自然環境を資源として活用し日本でも有数の観光リゾート地として知名度を上げること美しい自然環境の保全は重大な責務であると考えており自然環境の維持保全自然環境や集落文化を活かした観光産業のさらなる発展を政策の大きなポイントとしている ありがとうございます。